どうも、こんにちは。今回は、ダークソウル3をプレイしたい、いきたいと思います。出だしで買いまくってますが、まあ、頑張っていきます。これがね、アクション、ロープレイ。いや、ロープレイじゃないかな、アクションかな。まあ、簡易にこんな感じで切りつけて、いく感じですね。まあ、最初の方なんで、めちゃめちゃ難しいことはないと思うんですけど。おっとおっとおっと。まあ、って言ってもね、これ僕、8周目なんですけど、動画上げよう思って、やってるんですけど。かがり火。まず第1個目の、かがり火っすね。もう覚えちゃった。よいしょ。さあ、一発目。グンダっすね。グンダさん。おるや。よいしょ。わかんか。ハリーが難しい。うわ、きつい。難しいパリが。お、成功。余裕っす。じゃあここでかがり火。まあもうちょっといっても大丈夫かな。結構いけるなら、サクサク行きたいんですけど。まあ、最初の方だからこんな感じなのかな。もう全部、ほぼ無視できる敵は、ガンガン無視していっちゃいます。で、ここで、螺旋剣。差し込み。よいしょ。よし。じゃあ、ここでね、一旦、切って、で、また、引き続きやっていきたいと思うんで、どうぞ、よろしくお願いします。じゃあね、一旦ここで終わりたいと思います。ではまた。